いやオネスト TV をずっと支えてくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人がこう送ってくださったんですか。当たり前じゃん。そうなんですよ。すごい当たり前だのクラッカーじゃないですか。すいません、ありがとうございます。まさかこんな用意してくださってると思わなくて本当にびっくりしてます。いや、もう出世くんはね、番組ができたもう時から支えてくれた仲間なんでね、うん、いや本当このね番組にもう欠かせない存在ですから。いや本当本当、出世くんがいたからね、こんな僕らの適当なコメントをね見つけられたわけなんで、はい、え、マジそこで来ちゃうんですよ。いやいや、コメント使えないようにね。コウヘイ君、番組1回目が東京で KKB の皆さんが足を運んでいただいて、ビクターの会議室で iPhone1 台2台で発表するところから始まったと思うんですけど、まあ、そこから、出世君一緒にさせていただいて、いやもう本当に僕らのこの適当な喋りにも、放送ギリギリの喋りにも、対応してもらったらもうすごいいい仲間だったので、すごく寂しいですけども、新しい門出ということで、どういう形であれ僕らはこれからも応援していきますので、それぞれ頑張っていきましょう。そして SD をどんどんね大きくしていきますんで、また逆にゲストとしてね呼べるように頑張りますんで、頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。出世ちゃん、はい、言いたいことは全部コウヘイ君が言ってしまいました。そうなんですよね、僕こういうの上手いんで言うことなくなっちゃうんですよ。ごめんなさい、これはね逆に下手なんですよ、この言うことを残さないっていうの。そう、でもその本当打ち上げのね、頃から一緒にみんなで3人で戦ってきたわけじゃないけど、ヘスも支えてもらって、ヘス TV も支えてもらって、このヘス TV の財産だったんですよ、出世ちゃんは。すごいこと言う。ヘス TV だけじゃない、 KKB の財産だったんですよ。いや本当そう。いや KKB だけじゃない、鹿児島の財産だったわけ。なるほど。もうそれを失った僕らはね、これから先どうやっていけばいいのかって、例えばね、じゃあ新しいアシスタントの方入りましたってなって、うん、今まで通りの僕らがこのコメントしていったら絶対次会う時は法廷ですよ。ね、僕らのこのね、コメントをこうやって受けて笑い飛ばしてね、うんうん、ほんとこの訴えられない訴えられないっていうか、収録現場どうなってるんだって思って、いやいや、なんかこんな訳あいあいとできたのも本当出世ちゃんのおかげだと思ってます。もう本当にありがとう。そしてこれからもね応援してますので、いや応援してください、僕らのことを。お互いに頑張って出世していきましょう。今後は大阪に戻りまして、そこでまた一から、頑張りたいと思っています。そしてこのヘス TV はタブさん、福永さんに、私がまあ入社2年目の頃からお世話になっていまして、もう最初はなんかもう何もわからないまま東京に連れて行かれて、ビクターに入ったらお二人がいらっしゃって、でも本当に緊張して、収録ももうグダグダになってしまったところを二人にも助けていただいて、そこからいろいろ教えていただきながら、支えていただきながらの2年半ですねになりました。本当にもう感謝してもしきれないです。本当にありがとうございました。個人的に田部さん、福永さんには今後もなりたいというか、もうなる気満々ですので、また今後もお付き合いを続けていただけたらなと思います。そちらの皆さんもこれまでありがとうございました、はい、本当にこれからも頑張りますので、どうか出世渚をよろしくお願いします。はい、以上です。本当にありがとうございました。